サーブ練習。はい、ちょっとカットサーブの練習なんですけど、僕得意じゃないんで。得意じゃないって言っても、なんか試合見ると結構切れてる印象あるんですけど。いや、でもめっちゃ切れてる選手いっぱいいるんで、うん、頑張ってもうちょっとキレキレのサーブを手に入れたいと思うんで、はい、でちょっと練習します。はい、付き合わせてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。どうすか？いや、切れてねえな。いやね、もうなんか後輩にいるんですけど、カットサーブがすごい教えてもらってるんですけど、ちょっと理解不能ですね。切れててコントロールとかできるのは、やっぱ長屋さんがすごいですね。あの長さも変えれるし、あとタイプがあるんですよ。こう、まあこっちだったらこうやってやったら横に切れるんですけど、こっちやったらまあちょっと縦気味に切れるんですよ。その辺とかって実際変えてます？中本鈴木は、鈴木さんがこっちの縦のカットで、で中本さんは横のカットなんで、全く違う。そうなんですよ、だから強いんですよ。対応するときにちょっと面倒くさいというか。はい、ちょっとそうなんですよ、練習しないとダメなんで。いや、いいわ、いいわ、得意になったぞ。入るかな。でもこれはいい、出ましたわ。なんかな、まあ、音がいいときはいいんですけど。いいっすね。なんかでもなんかこうビタッていかないんですよ、僕のカットが。なんかな、はい。でもなんかコメント欄とかでカットサーブ下手くそって書かれてるんで、ちょっとマジ練習しねえと下手くそだみたいな。切れてなくねみたいな言われてるんですけど、いやでも切れてねえな。あ、これはいい。あ、すいませんですけど、マジでここ2年くらいでだいぶ、まあ実際本番で使う機会増えたんで、だいぶ上手になったというか、感覚が分かってきましたね。はい、ちょっとずつ狙えるようになってきました。方向が。あお。はい、どういうこと考えてますか？入れとか切れろとか集中。いや、素朴な疑問。カットっすか？カットサーブ。カットの時はもう白帯に当てる感じでいってます。それ相当いいヒントじゃないですか。はい、もうネットインくらいでちょうどいいっすね。これぐらいっすね、今のところへんっすね。高すぎると切れないから、まあ僕のカットサーブで当てにならないんであれなんですけど。はい、なんで実際に行ったらこのまま前に走っていくんで、行きます。試合みたいな感じにするとこのまま行くんで、だから大事あれなんですよ。あんまり速すぎると前詰めれないし、遅すぎると攻められるんで、高すぎるとボールが。だから頑張っていけるとこまで行きますね。こうそんな感じのイメージなんですけど、ちょっと、はい、ちょっと
12月ですか、はい、はい、なので久々の大会です、ね、そうなんですよ、ちょっと頑張ってやりたいんですけど、ペアの上松くんとももういつだ、札幌インドアなんで2月末から1回も組んでないんで、ちょっと楽しみですね、ある意味、はい、皆さんに見に来てもらいたいですよね。ただ無観客でやるかもしれないんで決まってはないんですけど、そしたら試合が決まったということで、はい、ファンの皆さんに最後メッセージお願いします。そうですね、まあなんて試合がハードコートになるとやっぱりインドアと一緒だとかっていう結構そういう意見もあるんですけど、全く別物なんでハードコートは、なのでまあ当然ですけどカットサーブはやっぱ切れるんでハードの方が有利だってのもあると思うんですけど、でその中でも上からサーブ打った方がいいとか下からは廃止しろとかいろいろな意見があると思うんですけど、まあその僕もカットだけやってるわけじゃなくて上からも打ちますし下からも打ちますし、その時その時の有利な選択をしていってるだけなので、特にそれといったこだわりは全然全くないんですけど、まあある意味それがこだわりなのかもしれないですけど、その最善の選択をするというか、ですけどまあそういういろんな否定的な意見もあったりもしながらですけど、そのカットサーブの人がいてダブル、例えばダブルゼータになったりして、なんで勝ってるかというと、それが今それを倒す人がいないんで、それをやってるだけで、それを倒す人が出てくればおのずとカットサーブをしても有利ではないっていうレベルまでソフトテニスが上がってきたときにまた一つ進化すると思うんで、まあそういろんな意見があると思いますけど、その選手一人一人はおそらく、まあ僕自身はそうです、僕自身の考えですけど、あくまでも、まあ、もう最善の選択をしているだけなので、まあその選択肢の幅を広げる意味でもカットサーブは常々練習はしてるんですけど、例えばですけど実際の一日の流れ的にもまあ、そのサーブ練習とかやったりするんですけど、カゴ半分は一カゴあったとして半分は上から打って半分は下から打ってみたいな、極力上のサーブよりもやっぱり結構面とのタッチが大事になってくるんで、そういった面でもまあメインが僕上から打つんで、ちょっとそんなにそんな得意、全然得意じゃないんですけど、下から打つのカスサーブはですけど、まあちょっともっとキレキレのサーブ手に入れたいと思うんで、はい、頑張ってサーブ練習します。はい、応援してます。ありがとうございました。ありがとうございました。